ヤザワバイブル。夏はアジアご飯だ。2つの辛さで8月21日まで。そのニュースがファミリーマート。その町に全部いろんなやっぱ顔があるんだよね。こうカラーみたいな。そこに来てるファンの皆さん、やっぱり乗り方もちょっと違ったり、それがまたすごく良かったりね。でずっと今やって、今日ブルーノートです。この間神戸行った時にね、神戸行った、わお、目の前ツバ飛んでたのさっきから、ごめんね。あのさ、これ昔からなんだよ。昔からツバ飛ぶのをね、なるべく飛ばないように飛ばないように、それでさーって言うんだけど飛ぶんだよ。ごめんね。持って帰って、ツバも一緒に今日持って帰ってください。二種類の人間がいる。やりたいことをやっちゃう人と、やらない人。やりたいことをやってきたこの人生、おかげで痛い目にも遭ってきた。散々恥もかいてきた。誰かの言うことを素直に聞いてりゃ今よりずっと楽だったかもしれない。でもね、これだけは言える。やりたいことをやっちゃう人生の方が間違いなく面白い。俺はこれからもやっちゃうよ。あんたどうする？日産は技術で挑戦する。誰よりも早く自動運転を。電気自動車の時代を。さあ、準備はできた。やっちゃえ日産。僕の友達に木原ってのがいるんですけど、昔の矢沢ファミリーで、もう町から町100回ぐらいずっと毎年回ってて、もう今でもたまに会ってね、一杯飲んだりするんですけど、メールがちょこちょこ来るの僕のとこに。矢沢元気、ツアーどう、大変だろう、喉痛めてないとかね、いろんな笑わせるようなメールとか励ますようなメールとか、いろんなもんこう来るわけですけど、まあ、すごく嬉しいなといつも思ってて、この間ね、ちょっとこの内容はグッときたなっていうようなメールが彼からスッときてね、まあ、今日のこの150組のカップルではないんですけど、多分この中の恋人とかご夫婦とか、しょうがないから引っ張ってこられた人とか、いろいろいると思うんですよ。で、その木原からのメールはね、まあ、人生男と女のようなことを書いてるわけ。戦後まだ間もない頃の日本で、まあ、今みたいにほら携帯電話とかもうほらないものがないぐらいの日本になって、そういうんじゃなくて、もっと携帯もなければ、ちょっとごめんなさい、ワンツーワンツーテスト、オッケー。まだその戦後どさくさのね、まだあまり裕福じゃなかった日本の頃で、南極の越冬隊ですか、そこに結婚して間がない、まだ熱々だよね、その彼がやっぱりその隊員に選ばれて行かなければいけないということで越冬隊で行くわけですよ。で、もう行ったら3ヶ月なのか半年なのか帰ってこれなくて、で、さっきも何度も言うように手紙をしょっちゅう出せるようなそんな環境でもないし、だから電信なのかな、電報なのか、そういうものが限られた中で送ったりできるっていう関係で、で、短い、もうそれこそ電報ったら、父帰徳帰れみたいな、そんな感じでしょ。もうその短い内容で伝えなきゃいけない。もう短い内容で今の自分の思ってる気持ち、すごく彼のことを心配してる、
ものすごく会いたい、帰ってきてほしい、でも体気をつけて、これをできるだけ全部入れる方法ってないのかなって考えたんだね。で3文字だけで伝えてんのね、ポンと。やつは何だと思うってこう手紙書いてるわけ。3文字だけでありったけの自分の気持ちを伝える、何だと思います皆さん。で僕もね、3文字だけでありったけのこと、何だろう。そしたらね、あなたって入れてるのね。あなたってポンポンポンって入れて、これだけで彼と通じてんだよね。僕はね、それメールでずっと読んだ時に、言葉って素晴らしいなとか、字のね、活字の力みたいなね、ものをふっと感じて、いろいろあると思いますけど、俺なんでこんなこと言うんだよ。男と女いろいろあると思いますけどね、頑張ろうね、本当に。ヤザワバイブル。